俺が最初。あ、ごめんなさい。すみません。俺でした。すみません。まず俺にかわさせて。OK、了解です。お願いします。いやで今から結局自分やるんですけど、明日バレンタインということで電話ソングちょっと披露させてもらいたいと思います。ちょっと群馬で眠り姫っていう俺が頭つけてる女の子がいいんだけど、その女の子のためだけに作った曲、どけよ。頭痛で目が覚めた、壁紙が剥がれたまま、苦しいもどかさ、心中に秘めても伝わらないや、枕元でまた涙を流し、昨日の出来事噛み締めている。でもあなたはそんなことを知らずに目をつぶって夢を見ている。おはようからこんにちはを言わずに、いつの間にか夜を迎える。戸惑うまた一人きりの別荘の上で自分の電気生まれる。疲れた眠いの2セットに挟まれて何もやる気が起きない。レッドブルを飲み干しても満足するだけで翼が生えてこない。ちっぽけな才能に憧れて、いつかは夢見たそいつの前方、目頭熱くなるまでやった。努力の水に浄化され洗脳、本気になった。一瞬だけ破線の上下が激化で終了、中途半端のままじゃ付箋を貼る位置が確実にわからない。止まらない、止まらない。秒針眺めたいつかの昼間、時間と睡眠の取引に負けて眠りに落ちる。ほんと情けない、自分の意志が叶わない場所、希望だけ残すあくまで空想、夢の中でまた朝を迎える。そしたら俺は本音を伝える。頭痛で目が覚めた、壁紙が剥がれたまま、むさ苦しいもどかしさ、心中に秘めても伝わらないや、枕元でまた涙を流し、昨日の出来事噛み締めている。でもあなたはそんなことを知らずに目をつぶって夢を見ている。頭痛で目が覚めた、壁紙が剥がれたまま、むさ苦しいもどかしさ、心中に秘めても伝わらないや、枕元でまた涙を流し、昨日の出来事噛み締めている。でもあなたはそんなことを知らずに目をつぶって夢を見ている。大切な人を作る、その目標が高い壁を編み出した。自分の言葉を綴る、声にならない声がある、それが恥だ。ひとときも来週は絶対あの人といよう。目を開けた先に見えた臆病者のくたびれた背中のぬるさ、真似はしたくない、心に決める。準備の段階、志を持つ、足を踏み入れた先にある。一からの道は長旅になる、障害物を避ける戦う。途中のだるいことも思い出とか、ただの道草も経験す。それ踏まえて人間は大きくなる。手をつなぐ人はいつだって一人、二つの命で温め合う。味の薄い涙ほど既製品のハンカチですぐ拭ける。近づいたり離れたり、現実見たり理想を見たり、釣り合う天秤多くない、助け合うために愛を確かめ。頭痛で目が覚めた、壁紙が剥がれたまま、むさ苦しいもどかしさ、心中に秘めても伝わらないや、枕元でまた涙を流し、昨日の出来事噛み締めている。でもあなたはそんなことを知らずに目をつぶって夢を見ている。頭痛で目が覚めた、壁紙が剥がれたまま、むさ苦しいもどかしさ、心中に秘めても伝わらないや、枕元でまた涙を流し、昨日の出来事噛み締めている。でもあなたはそんなことを知らずに目をつぶって夢を見ている。ありがとうございます。イエーイいやー、ちょっとトーク挟みます、ここで。いやー、バーカス、眠り姫、最高ですね。いやー、そして次、俺です。俺は、大学生ですね。宮城県からこっちに来て、一人きりで来ました。高校も3年間しかない人生の中で、大学も4年間しかない人生の中で、そこで出会い、何を見つけるか、何ができるか、そう考えた時に作った歌です。題名のない曲。みんな知ってるビートだかもしれないね、ヒップホップやってる人は。イエーイ。右も左も分からないまま下よ上気を変わっちまったの俺の環境だけども曲げなかったよ自分自身の心情だからば自分のことも信じようそうやって歩いたんだ一歩一歩そうしたら最高の前面に会えたありがとうねマジで感謝してんだこれからも毎年
自分のことも信じよう。そうやって歩いたんだ一歩一歩。そうしたら最高の毎日に会えた。ありがとうねマジで感謝してんだ。これからも毎年笑っていこうな。たまには結果起きちまう。そう意地と意地のぶつかり合いで。だけども結果隣にいるのはお前っつうこと分かってんだ。他に分かることがあります。桜の木は4階まで見れる。もうすでに2階見ちまった。もう半分なんだな。1回目の時には初めまして、2回目の時にはお久しぶり、3回目の時にはわっつや女子だ、4回目の時にはさよならバイバイ。最後は俺は言いたくはない。俺が言うなら言ってきます。なぜならそこが第二の都、最高の前面と出会った場所。右も左も風の回したよ状況。変わっちまったのは俺の環境。だけども負けなかったよ自分に死んだ心情。だからば自分のことも信じよう。そうやって歩いたんだ一歩一歩。そうしたら最高の前面に会えた。ありがとうねマジで感謝して、これからも前面笑っていこう。ちょっと見せめるね。いや必要じゃねえんだ最高の前面に。ほんとありがとうございます。ロロロロロ、こいつらもうほんと最高の前面です。いや、やばいですね。途中で、ルイティンが。次、ネクストシー。ここは東北サイファー。3人で、いつもだしいきます。
ヘルジボタン。